もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。昨日55年出演してきた笑点から卒業した黄色い着物でおなじみの落語家林家木久扇さん。笑点は1966年に放送が始まってから58年間の歴史がありますが、55年間在籍した林家木久扇さんはまさに笑点の生きる歴史でした。今回卒業であり勇退という形をとった。その理由や病と闘った反省、そして気になる来週から加わる笑点の新メンバーなどをお調べしまとめましたので、最後までご視聴お願いいたします。林家木久扇さんの笑点最後の出演は3年前に左大腿骨を骨折してから笑点には椅子に座って出演していた林家木久扇さんに対して、番組最後にメンバーの粋な計らいで10枚の座布団に林家木久扇さんを座らせてあげました。林家木久扇さんのキャラクターのように涙ではなく晴れやかに55年の笑点人生に幕を下ろしました。この日は放送時間30分間を林家木久扇さんにかけたお題で展開し、林家木久扇さんに感謝を伝える最後のお題では、自身のカラーである黄色のタオルが客席から振られるサプライズ演出に目を丸くしながら頭を下げていました。収録後の会見で林家木久扇さんは、皆さんが黄色いハンカチを持っているとは知らないからどうしたんだろうと思ったと、サプライズ演出に驚きながら、このハンカチ立派だから1枚500円くらいするんじゃないかと計算してギャラから引かれるのではないかとハラハラしながら大喜利していましたと、最後まで木久扇節で会場を沸かせていました。そんな林家木久扇さんはなぜ笑点を卒業するのでしょうか。林家木久扇さんはインタビューにてこのように語っていました。55年も大喜利のメンバーでいさせてもらって、いつの間にやら最年長、僕も86歳になりました。この年までテレビのレギュラーをやっている人って世界でも珍しいんだそうです。黒柳徹子さんは僕より年長だし、番組の回数も多いけれど、あちらは司会者、お笑いだけで週に1回テレビに出続けているのは僕しかいない。もちろん番組は楽しいし、人を笑わせることも大好きです。ただ大喜利というのは毎週試験を受けているようなものでね、問題出されて回答して、それも自分らしく面白くなきゃっていうのは結構ハラハラドキドキするものなんですよ。そうなるとやっぱり自分の寿命というのが気になってくる。番組では初代司会者の立川談志さんをはじめ、前田武彦さん、南信介さん、三遊亭円楽さん、桂歌丸さんたちが亡くなってしまいました。大喜利メンバーの林家こん平さん、三遊亭小円優さん、三遊亭円楽さんもね、その度何回も悲しみがあって、でも落語の番組だから笑って乗り越えなきゃいけなくて、それも辛かったですね。最初からいた人はみんな死んじゃったんです。視聴者の方にとってもある日突然の悲しいお別れになってしまうわけで、それじゃいけない、僕は元気なうちに笑顔で卒業しようと決めました。今までの先代たちを見てきたからこそ、笑顔のまま卒業したいというのは、なんとも林家木久扇さんらしい決断ですね。そしてこうして卒業できるのは、ここ最近新しく入ってきたメンバーが頼もしかったことも影響しているようで、林家木久扇さんはこんな風にも語っていました。桂宮治さんは明るくてふてぶてしくて、先輩を上手に立てているようで、腹の中では何を考えているのかわからないところがある。春風亭一之輔さんは毒のあるインテリジェンス、僕が座布団もらって喜んでると、ジジイのくせにとボソッとつぶやく間がとてもいい。お二人が番組の空気感を変えてくれたと思います。落語家というのは一丁前になるまでに何十年という年月がかかります。目のある人を早く発見して世に出しておくことは落語界にとって大事なこと。笑点でも出演者が亡くなったり病気で退くことになって初めて、何とかしなきゃと大騒ぎするんじゃなく、常に新しい人を探してキープしておくことが必要でしょう。笑点のこれからのことも考えて、若い才能のために自ら自分の席を空けたのですね。そのインタビュー内にて、
商店のあるレジェンドメンバーとのこんな思い出を振り返る場面もありました。大喜利メンバーとのお付き合いで思い出深いのは、歌丸さんと2人でシンガポールと台湾とタイへ行ったこと。関西のクイズ番組に一緒に出たら優勝しちゃって僕は嫌だなぁと思ったのだけど、歌丸さんは初めての海外だからというので一緒に行くことになったんです。これがまあ珍道中でね、タイは出国するときに持ち出せる通貨に制限があって、当時の日本円で30万円以上持っていると税関で取り上げられちゃうんです。歌丸さんは初めての海外ってことで張り切って100万円くらい両替していて、没収されたらもったいないというのでタイの空港のトイレに2人で入って、お互いの体にお札をペタペタ貼って隠そうとしたんです。それで体中ガサガサさせながら搭乗口へ行って、僕らの乗る便はどれですかと聞いたら、空港職員さんがあれですって飛んでる飛行機を指さした。つまり乗り遅れちゃったの。その話を歌丸さんの葬儀でしたら、せっかくしんみりしてたのにみんな大笑いになりました。そして林家木久扇さんの代名詞であるあのギャグやキャラクターについての秘話もこう明かしていました。商店のサンフランシスコ公演での大喜利は、現地に住む日本人と日本語勉強中のアメリカ人で大入り満員。座布団運びはミスサンフランシスコが務めてくれました。その大喜利で僕はさっきケーブルカーで聞いたセントルイスブルースって曲にイアンバカーンって歌詞を載せて歌ったんです。そしたら会場は大爆笑、ものすごい拍手とピーピーって口笛で盛り上がりました。日本に帰ってからレコードにすると15万枚のヒット、子供から大人まで真似してくれましたよね。僕は大喜利メンバーに入った当初、自分をどう売り出していくか迷った時期がありました。その時大好きだった嵐寛十郎さんの鞍馬天狗を真似した、杉作日本の夜明けは近いというセリフで自分なりのキャラクターを打ち出すことができた。イアンバカーンはそれに続くヒットでしたし、その後も菊蔵ラーメンを始めるとまずいたの保健所が入ったったの茶化してもらって笑われて、そういう話題の山を作るのが自分でもうまいなぁと思います。しかし林家木久扇さんにとって商店はこのようなたくさんの良き思い出の反面、病との戦いでもありました。2000年には胃がん、2014年には喉頭がんをそれぞれ患いました。2021年には左大腿骨を骨折し、座布団に正座するのが厳しくなってしまいました。数々の病の中でも困難を極めたのが2014年の喉頭がんでした。落語家の商売道具ともいえる声が出なくなったが、林家木久扇さんはがんの退散を願い、体の中のがん細胞に問いかけていたそうで、朝起きると声が出ないのにがんに小言を言っていました。体から出て行ってくれといつも。そしたらお医者さんが、そういう前向きな人はがんでも治るんですって言ってくださいましたと語っていました。そんなある日突然声が出るようになったそうで、おかみさんがお父さんおはようって言ったから、僕がおはよう声が出たって言うんでね、出ないはずの声が出ておかみさんは大騒ぎしたそうです。おかみさんがお弟子さんに、お掃除しなくていいからお父さん声が出たわよって涙ぐんでくれて、結婚以来こんなに嬉しかったことはないってと持ち前の前向きさでがんをも吹き飛ばし、幾度の病を乗り越えながら毎週の商店に出演していたのだそうです。そして林家木久扇さんの卒業に伴い、商店に入る新メンバーが誰なのか様々な噂が流れ議論されています。現在の商店の司会をしている春風亭昇太さんも、新メンバーについては出演者にも知らされていないそうで、後任について日テレに黙っているのが辛いから教えないでくれと頼んでいるからわからないとコメントしていました。しかしその上で講談師神田伯山さんが後任になるのではという説には、彼は忙しいから多分受けないとバッサリ否定し、落語の実績がある人がいい、女性が入ってもおかしくないや、きっと若い人が入ってくるなどといった予想をしていました。この予想を踏まえると
まず女性の落語家として有力とされるのが現在42歳の蝶花楼桃花さんです。2022年3月に真打ちに昇進したことはもちろんですが、アドバンテージは何といっても笑点とのつながりがあることです。2022年9月に円楽さんの代打として女性落語家として初のレギュラー大喜利に出演した過去があります。さらに2023年11月には林家木久扇さん司会の笑点若手大喜利コーナーにも出演しました。一部ではこの若手大喜利が林家木久扇さんの後釜を決めるためのトライアルではないかと噂されているため、この場で結果を残した蝶花楼桃花さんが後任になるという説はかなり有力と言われています。一方男性落語家では現在55歳の桃月庵博士さんを推す声もあります。落語協会に席を置く正統派でありながら鋭い毒が大きな持ち味で、落語ファンの中では今最も面白い落語家の一人と評されています。その面白さとは裏腹に知名度の低さから独演会会場が少し小さいため、 SNS などで落語だけの面白さなら昨年の小遊三宮治二人会に負けていないのに、笑点ブランドの差で面白い割には知名度は低そうなので博士師匠を笑点メンバーにしてほしいなどとコメントされており、ファンからの待望論も出ています。そしてもう一人噂になっている人物は林家木久扇さんの息子さんである2代目林家木久蔵さんです。2007年には親子ダブル襲名をした林家木久扇さんと林家木久蔵さんですが、この裏話として林家木久扇さんは息子さんから有名になりたいと言われ、父親として何とかしてやろうと思い木久蔵という名前を渡したと明かしました。この溺愛ぶりを考慮すると自分の後釜を菊蔵さんに指名してもおかしくはありません。しかし安易な後任選びは本人のキャリアを潰してしまう可能性も大いにあるため、息子さんの可能性は低いと言われています。そして当の本人である林家木久扇さんは新メンバーについてこう語っています。林家木久扇さんが出演した番組のコメンテーターとして出演した林家つる子さんから、師匠新メンバーはどなたになるんでしょうかと尋ねられ、林家木久扇さんはそれはね、山田隆夫じゃないですかと頭をかきながら回答し爆笑を誘っていました。林家木久扇さんは最後の最後まで我々に明るく笑いを提供してくれましたね。しかし来週の放送から笑点のその席に林家木久扇さんはいません。新しく入るメンバーは林家木久扇さんの偉大さからその席に座ることのプレッシャーは計り知れません。しかし新しい笑点を作っていく方でしょう。今回予想した方の中に新メンバーはいるのでしょうか。林家木久扇さんの今後、そして来週の笑点から目が離せませんね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。